はい、どうも、福来たる優斗。クリス。リク。アツヤ。チャナ。リク貸します。貸します。僕らよりさらに底辺の方たち YouTuber に貸しますよっていう企画をちょっと撮りたいなと思います。なるほど。一応いろいろいろんな YouTuber の方とおしゃべりさせていただきまして、はい。2組絞らせていただきました。おお。これはまあ後日僕が編集した動画をお三方には見せたいなと思いますし、なるほど。ああ、そうなんや。なんか仕事量多いな。え？仕事量が嫌やわ。まあ、でも3人も見るっていう仕事がありますか。まあ大変やね。最後俺おるやろどうぞ。なんか僕がこれをやりたいなと思ったのは、そのなんか初心を忘れずにというか。忘れてない。いいよいいよいいよ。忘れがちやからな。そうやね。ほんまかっこつけるから。そうなんや。ほんまに。いやでもそんななんか気で追ってほしくないってのはあるっすわ、リック君に。うん。僕はもう DM してて、向こう側の熱い気持ちとかも知ってるから。ああ、確かにな。ああ、まあね。いい回にしたいな。いや、これ忘れやんとこ、はい、で俺らが売れても、はい、その下のコーラを拾ってあげれるみたいな、そんな YouTuber になりたいです。はい。じゃあ足並み揃えて冷めんねん。じゃあもう全員で行こうよ。なんで。もう俺の現場まで見に来てほしいぐらいやわ、ほんま。なんか100キロマラソンとかやらされたらほんまもう俺やめるからね、マジで。それはそいつらに。いやいや、そいつらに。いや、そんなやめるで俺もうそんな。逆に向こうのチャンネルに何も売らなあかんからな。うん。そうやで。うん。服着たらほんまや、何万人か分かってないしな。そうや、そういうこと。じゃあもうこれ言っときましょうか。お、もうね、一組は、福岡から来てくれたり。ほんまに言うてる？お前、それはちょっとさっきの誤り。それはごめんなさい。それはすごいな。マジか。大丈夫ですかって言って、うん、どんどん行かしてくださいっていうこと。いや、素晴らしい。なんかこんなことある？いや、ほんまに。なんか俺らがいつも東京行ってる感じか。うん。だからもうやめて、もうそういう顔すんの。確かに。じゃあ俺ほんま、いや俺ほんまにこれは聞いたばっかりには、うん、もう俺もちゃんとやろうと思ったし、俺はもう全力で行く気でおるけど、これがお前ひどい結果やったらほんまにお前あかんことになってくるで。これはそのなんか400人の福岡の YouTuber とかが来てたら、それはもう数字なんかな、そういうのって。400人やったらっていう、なんか僕そのなんか月とか月一本投稿のやつとかで、その分かってる。それはやばい。毎日投稿して400人で、はい、このビッグチャンスやったら分かる。はいはいはい。28日ぐらいは家族を養ってるかもしらんやん、うん、確かに。家族のためにお金稼い。じゃあ YouTube やめろやん。そんなやつ。そういうことじゃないやめんなよ YouTube。 じゃあ、まあ、かますよ。その爪痕マジで残すよ。残るやろそんなもん。俺がどうしなめんなお前。アップね。お前マジでこいつほんまにあかんわ。俺がどんだけ喋らんくても残るわ。すげえすげえ。じゃあ楽しみにしててください。はい、はい、いいな。じゃあリク君いきましょう。はい、せーの。笑う角には福来たる。こっちましょう。行ってきました。お疲れ様です。いいいい。ちゃんと福来たるの看板としてさ。いや、もちろん爪痕は。え、ほんま3人には、うん、そのまあ行った子たち2組いるんですけど、はい、その子たちが上げる動画も見てほしいよ。あ、それは見るわ。もちろん、うん、まあ、そっちがメインですからね。それをなんか撮ってた感じなんで、僕は。うん、裏側とかほんま撮影中に撮ってたみたいな感じ。行きます、スタート。どうも。おはようございます。いや、テンション低いよ。いや、まあ、はい、そらな、はい、もう今日仮病使おうと思われたから。久しぶりに。ということで現在は10時32分。おやさのこれね、あなた遅刻です、これ。マジでちょっといい加減してください。ちょ、お前やって。なんで11時に道頓堀やねん。だから言ったやん、そのみんなでおるときに福岡から来てくれる人がおるって。俺もあっこでリク君やる気出してくれたと思ったのに。なんなん。え、ほんま今日は終始そんな感じでいく。俺が悪い感じでいく。ええけど。ええけどな。まあでも今日のテーマは初心忘れないように、初心を取り戻すということですから、福来たるもありがたいことに登録者伸びるにつれてその企画の方向性とか変わってきたりしたでしょ、うん、で考え方とか。いや、まあね、はい、昔に戻ってくれなんて言葉もあったりとかするじゃないですか、うん、でもなんか昔に戻
れない理由があったりとか。いやまあそやな、その中で3年以上やってきて、ええように言うなよ。お前、俺が底辺と絡んでんの嬉しそうに見たいだけやろ。お前なあ、まもなく集合場所の公園に到着しますけど、イエス。お、ちょっと言葉になんか元気、ちょっと待って待っていいですか。どうしたどうした、お前リップ塗りすぎちゃうみたいな。ちょっとコラボやから栄養を見られると思って、なんかうそ持とうとしてんのかな。すいません、ごめんなさいね。お、あ、いますね。いますあ、いますか。いますよ。すごいところだ。覚えてました。はじめまして。はじめまして。はい。トニーさん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トニーさん。トニーさん。チーム名がトニー。なんか回ってます。あ、そうですか。勝手に。でも、一人でされてる。あ、そうなんだ。そうそうそう。はい。ちょっと、すごい。一人のみが。あ、そうです。一人は本気だ。先に僕、取るんで。はい。はい。ゆかりさん。こっちが返事の。こっちや。こっちや。微妙な。とこあの人やな。お前、またお前、お前、おい、どういうことじゃお前、こんなんじゃん。微妙な感じの見た目というか、その行き切ドバッショって行き切ってるやん。うん。俺って行き切ってない方やん。うん。その見た目的に。うん。その微妙なラインで思ってて、だからちょっとこっからあの後ろ見ててやるんですね。やっぱり、じゃ失礼ないようにしてな。いやもちろんもちろん。皆さんこんにちは、私がトニーだ。あ、はい、すごい。待て待て、おい、何してる。おい、何、おい、何してる。何がやの、何がもおかしいよ。何をしてるの。トニーさんが挨拶して、挨拶してたよ。きつめの挨拶してたよ。きつめとか言うな。高谷さん、こんなん絶対言わへんで。そうやな、ほんま見習ってほしいわ。皆さんこんにちは、私がトニーだ。あ、きつい、きつい。今、大阪に来ております。うわ、どうでか、そうそう、その方が一人で決まって、私、ちょっと笑ってるやんけ、お前。今回のコラボ相手、ヒカキンさんです。おい、ちゃうわ。何がやってきてやい、ハードル上げんな、これ。はじめまして。はじめまして、デジタルのリクです。リクさん、ちょっと軽く自己紹介とか。あ、いいですか。はい、はい、どうも、ギターリクということで。本物や、大阪で。本物一枚。微妙。いやいやいや。とどめよ。それは大きい。ヒカキンさんでーす。うん。いやまあそれはまあいいやん。ノイストニーよ。今の。ナイストニーだ。もうなんだお前で止めようか迷ったぐらいよ。抜きに抜いた。そうや。抜いてないよ。サングラスで行くかね。確かにな。かやぞ。ええ。気合入ってますよ。こちらは。え、何？今回、本日の企画発表していいですか？いいよ。ということで、本日の企画は、ハエ捕まえた方が勝ち。よいしょー。天才やや。天才や。おい、トニーだ。マジでこいつ売れへんからな。お前、トニー、こんななんか常識ないなさそうなやつがさ、なんかちょっと公園やから、ちっちゃめにこう、はーいってやってんのもきついわ。お前は大声で行け。福岡から来て。マジで。大阪の前。マジで。ということで、早速やってみましょう。It's show time! さあ、ちょっと。うわー、すごっ。ちょっと待って、今の。イエーイとか言えよ、せめて。そうと盛りきました。すごいな、すごいな。欲しくない時にいて、言って欲しい時にいない。次のとこ行こう。あ、行きましょうか。ということで、道頓堀ゼロ匹でした。向かっていきましょう。ちょっと待って、何ずっとクソンなんだお前、同じモード入れよ。いや、なんかテンション感がむずいというか、俺はいやいやって入ってもうてるから、そのやっていきましょう。
ジョジョに合わせて言うとけよ。一回目は許したけど、ここら辺ではもう言っとけよ。だってちょっといやいやな。コラボ入ってやる。部分部分を見すぎなんかな、俺らは。いや、それとももうここだけは切り取ってるから。なんかあいつの悪い切り抜き方してるから。トニー動画。トニー動画見たらもう多分。あ、じゃあ楽しそうに。はいはい。めっちゃ編集うまいです、トニー君。すごいな、すごいマジか。ちょっとみんなに見てほしい企画が、うん、なんか一人でサーカスに行って、うん、客としてね、で一番目立つ格好みたいなんで行ったら、うん、その舞台に上がれんじゃないかみたいな、はいはいはい、おもろそうっていうシリーズやってんねんけど、シリーズ見てほしい。これはおもろそうや、一人ですごいな、素晴らしいな、マジですげえ。うわ、我慢けない、天王寺動画。なるほど。いや、多いと思う。でも平日から動物見たいですか？なんか曜日関係ないやつ。確かに不意に見たくなりますもん。天王その顔、口やめろ、口やめろ、それ何や今の口。あ、入るんや。おぉおぉやばい、やばい。え？どうしたんすか？なんか虫取り網持って動物園走り回ってるのはちょっと頭がどうかしてると思うけど、そりゃそうですよね。ハイゲのとこにいる、いますよねって言われました。あ、虫取り網してる。はい、そう、はい、ということで、動物園追放されました。えんやで、ここ大事やな。おぉ、やってんねぇ。そう、楽しそうやな。え、すか、なにこれ、いて、言ったやんな、お前真面目なやつって。はい、ちょっと、はい、なんなん、撮影の子もうえ、店長、これは問題なんださすがに。あいつの綺麗な聞く言葉、いくら後輩とは言えって言わしたらもう問題。何なん、撮影とかも撮らず大問題。バラエティーじゃないもんだ、ほんまに。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。楽しいです。ごめんなさい、ごめんマジやばい。開始1秒。あ、さっきのやついますね。強すぎるんだよ、ストップ。なんであそこ素手で触れんねん。なんかあれ、なんなんこの企画。わかんないっす、それは。もっと考えさせろ、俺。大ゲロ吐いた。めっちゃ めっちゃ頑張ってる。この企画を成功させようと。なんかお前、あと車の中で、あー疲れたとか言うのやめろ。俺の方が3倍疲れてるわ。いつも腹立った。もう5秒前、3、2、1、終了。はい、来た。もうあとエンディング撮って、はい、やっと一組目が終わり。僕、福来たるの動画3本分ぐらい。マジですごー、3時間撮影。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、オッケーです。終わった。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。僕らは、はい、僕らはちょっと違う方と。そうですね、はい、行くので。お疲れ様、お元気で。またね。ありがとうございます。また会おう。ありがとうございました。ありがとう。いい別れよ。何も言うな、やめろ。何も言うなよ、やめろ。あ、いいよいいよ、それ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 、あ、いいよ。あ、やばい。え、どうする？はい。どうする、逆に。逆にどうする？いやー、ちょっと日記に書こうかなって言われて。何やねん、それ。今日のこと。はい。なんすか、不安すか。マジでふざけんな。何なんすか。マジでふざけてるよな。え、お前マジでふざけてるよな。真剣でしょ、ずっと。いや、あの子は俺ほんまに真剣だと思う。素敵な人でしたやん。うん、実はおもろくなかったけど。言わんでええって、そんな。マジでこっから2軒目がほんまにやばい。お前見てしろよ。
ずっと俺が運転して演者もしたお前あー疲れたってお前言ったよ。お前覚えてない？いや覚えてます。ありえへんかないないぞ次は。そうです。まあ今日密着動画なんで運転お願いします。もう笑ってるやんなんか良くないなぁ。なんか悪なってきたなぁ。あいつが悪いな。悪いなあいつ。あ今も笑ってる。今も笑ってる。おぉ。え家家よ。この出迎え方したやろ。ちょっと別用してるやん。こんにちは、こんにちは、後藤くん。こんにちは、後藤くん。こういうのもいかんけど。あ、いかんすか。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは、こんにちは。どうぞどうぞ、お待ちしてました。お願いします。我らがきのゆいちと申します。りょうと申します。うわ、なに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 。うちりょうと申します。それ用じゃないですよ。いいね、いい詰め方した。いい詰め方しましたね、やっと。うわ、いいよ、いいよ。グループやと。やりやすい。ちょっと待って、何してんの。まあ緊張してるからな、こっちも。こっちはこっちで。あ、でも向こう何もしてないしな。じゃあ年上です。すいません。えっ、びっくりせえ。大学生。若いな。びっくりせえ。年上にえやん。YouTuber やな。大学生にしか見えへんやん。若い。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。うわ、すごっ。どうぞ見やんでええって。勉強してました。勉強とかええねん。いやー、こんにちは。めちゃめちゃ見てるやん。いやいや、勉強してます。見てへんやん。勉強してます。いやいや、もうずっと話しますよ。見てへんやん。小さい生に、小さい生に貢献して、貢献して、貢献して、いいですね。いいですよ。今日全然あれですよね、企画というか何も知らないってことですね。ちょっと、どうした、どうした、なんで、なんで、なんか、なんか、なんか残念なもこみちゃおらん。おい、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 なんで早く言うなよ。ナイトルーティン的なのを一緒にやってもらおうかなっていう感じに。感じに一回でもサムネ撮ってもいいですか。あ、いいですよ。はい、しっかりしてるわ。そうなんです。確かにさっきのやつサムネも撮ってなかった。はい、いらん、いらん、いらん。そんないらんねん。ちゃんとしてるやん。ちゃんとしてるやん。ちゃんとしてますよ。12月31日まで別の5人組のグループでやって。あ、そういうこと。はい、で、2人抜けて、あ、ほんで3人になって、それずっと大阪ですか。5人グループ、5人グループ大阪ですね。あ、大阪なんですね。大阪なんすごい。あ、いいね、いいね、いいよ、めっちゃいいな。じゃあ食べましょう。はい、それでは。いいな、4人組になって。なんか全然な、違和感ないね。俺らっぽいじゃん。うんうん。裸の付き合いでよかった。そうですね。おー、いいやん。じゃあご案内、ご案内しましょうか。対面でやろう。あ、銭湯大浴場セーフ。おお。セーフもおかしいけど、お前が判断する側なのかしら。いるのがちょっとまあ面倒なと思ったぐらいで、いつなんかかましても怖いし。なるほど。終わり気にしてる。はいはい。ナイトルーティン。あ、これ違うんですよ。これ本当待ってる。待ってる。これ小本さん出た時の服なんですよ。あ、そうなんや。でも知らない。コムドットも出てた。出た。じゃんけん。そう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 。男気じゃんけん。ああ。前のグループの時に出とったらしい。あいやはいはい。スタッフさんがあれメッセージ。お。え、よかったらって言われたよ。え、言っていいですか。いいよ、あのカメラ使ってもらえば分からへん。え、絶対使ってくださいね。絶対に使ってもらう。どうも、我らがきです。よろしくお願いします。お願いします。ルームシェアの日常を上げてて、実はコムドットさんに出たことがあるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。27歳、ひたすらして YouTube だけで頑張ってるんで、カットするんかい。ってことでカットします。さあ、ない、 YouTube 置いて。それでは皆さん、いい夢見てね。おやすみ。おー、いいよ。いいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、連絡先とかはダメですか。うん、ダメ！ダメやろ！
どうなんだろう、どうなんだろう、いけんのか、なんか知らへんけど気があること出しとこう。ダッサいなぁ。ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、お願いします。はい、動画見ますね。ありがとうございます。動画楽しみにしてます。ありがとうございました。またバイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょあの感謝される立場というか、あ、まあ確かにね、はいはい、それもありがたかったです。ありがたいですよね。嬉しかった。最後にどうでしたか。ここバシッと決めてください。じゃあもう何も言いません。バシッと最後ください。楽しかったです。いや、ありがとうございました。終わりです。おー、ちょっと全部を知らへんから、まあせやな、向こうの動画見てから、うん、いろ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 言えるとかあると思うし、うん、でも両方のおもろそうではあるけど、いや、あるあるある、マジで見てほしい、見たいよ、うん、ちょっと失礼やったなぁ。あー、うん、そうやな、見てて思うやろ自分でも、うん、良くなかったな俺って。まあどっこいどっこいかな。ほんまになんか動画としては全然成り立つ、あのそのなんて向こうの動画でもなんか手抜いて、いやおいおいとかじゃない。まあまあそれはもちろんな、もちろんもちろ ん, ちろん、うん、実際感想としてはどうやった、あどうやった、ほんまの感想、どこの感想、いやまあまあコラボしてみて、コラボの感想、うん、うん、楽しかったですで終わってた。そうそうそう、うん、なんか詳しく、まあでも楽しかったやったらね、第2弾全然考えてもうん、はい、まあもうそれはもう俺以外が行くべきやから、さすがにそれは無理よ。それは楽しい人が楽しいことした方がいい。いやいや、そりゃそうやな、ちゃんとやってやるよ。ちゃんとやるよ、分かってんな。いやでも僕もすごい善良な心で言ったけど、ずっとそういう感じだったからすっごい怖かった。あいつが悪いやん。いやまあなんか、あいつは悪いやん。垣間見えた。あいつマジでカスなんよ。俺ほんと言ってたじゃないですか、さすがって、もなんかマジで良かったっすねって。あ、それは言ってた。でしょ、うん。え、でもそこじゃないから。あいまあいまが。なんか、ふりに使ってんの。なんかな。めっちゃ真面目に福岡から来て、頑張ってるんで。ちょっとちゃんとやってくださいね。で、行って、はい、うん、企画聞いたら、ハエ捕まえるで、いや、おいおいおいってなるやん。まあまあまあ。っていうだけの、そうそう、話で。言って、聞いてた話と違う。全然ちゃうかったから、向こうから一人で来て頑張ってるんです。だから、あんたも、分かってるでしょ、みたいな。うん、そういう時代あったじゃんかって。うん、うん。ちゃんとやってくださいよ。おぉ。そうやな。うん。ハエ捕まえるおかしい、トニーお前おかしい、フリに使ってるわ。いや素晴らしいなぁ、よかったです。まあよかった、お疲れ様です。でもマジで見てほしい、チャンネル登録見てからでもいいから、ぜひ見ていただきたい。いや見てほしいな。じゃあまた明日の動画にしましょう。バイバーイ。チェックしてね。阪南大は治安どうなん。マジでうんこやと思うね。ほんまに終わってた。なんかいろいろ俺だって入学式でめちゃくちゃ睨まれたもん。大学生が生徒と生徒の間を通るんや。はいはいはい。そのここの両サイドにおるとこのヤンキーみたいなのこんなのザ・ヤンキーみたいなのめっちゃおったもん。俺のとこの入学式はマジでドラクエ、ドラクエの音だからキリストやから。あー、そうそうそう、めっちゃドラクエ。あれキリスト系の大学ってちゃんとキリストなんや。うん、うん、あのチャペルって呼ばれるところとかあったり、教会、そう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 、あるある。すごっ。だって入学式入る前ちょっとセーブしていこうと思ったもん。ドラクエやん、それは。セーブしたらドラクエ。棺が動いてたし。あドラクエ死んでるやん。ちょっとチャのとこ行く、チャナのところ行ったもんな。行ったらみんなでな。俺リクのところも行ったことあんぞ。
俺もある。俺もなんか前まで耐えられへんかったんな、うん、俺めっちゃアフロでサングラスしてたからちゃんと警備員に止められてお前無理やろ見たことないねん。そのなんかどんな人とも入れてるからさ、うん、しかも警備員もさ全員分かれへんやん、把握できへんから。確かにそれクリスだけあれ警備員一瞬でえこんなやつクリスだと思ううわこのキャンパス嫌いやった。ここ何号やこれ、これなんていうの、6号館かな、これ6号館なんかあるやん、そんなあるある。いやでもいいやん、6号館やろ、6号館こっち聖バルナバ館とか聖バルナバ館